徳川家康ほずらる安土城下にいるしかば織田右大臣信長は伊藤定衛町に迎えんと直ちに日向守光秀に今日の役を見らる伊達氏光秀は乱れたる世に心得し都の手ぶり見せ場やとさしもめでたく勤めしよう精進ばらの源により善美花粉の表敬疑心暗鬼は信長の胸に宿りし時も時橋場秀吉中国より助けの兵を恋しかは厳命たちまち光秀が米の上にぞかかりけろ光秀ひそかに思うよ人もあらんにこの我に橋場が命に従いとはあんな情けなの我が君やと神をなして恨みしは君に使わる人心の世も春まじきことなれど滋賀の都の領地さえ見通せぬうちにはことなくも我へ取られん説を聞き今また山を傾けて新たに来たりし家康に心尽くしのもてなしも琵琶湖の水の泡と消え抑えしほむらむらと燃えおる思いの光秀が拳を握って立ち上がり動くまつげの間より由々しき大
ほど知らぬ信長は諸将を安土にとどめ置き自ら謹慎104人引き従えて京都なる本能寺に造入れに行けろ数も遊ばぬ神山に上神光春らを召し寄せて積もる恨みの数々を数おるうちに光秀が物子は父をほどばしる高雑神は冠を救い救いを見て取りし光春どもが桃地旅勇む言葉も聞かばこそ押して謀反に加盟させ亡霊無道の死逆を企てしこそ覚ましきる始祖を打ち揃い中国人を救わんと偽り向こう大山心の駒も奪だまの闇路を急ぐばかりにて差しも忠義の光秀がおいおい年もおいの坂いかなる道に迷いけん無念至極の胸の内乱れて濁る桂川渡らん駒の足並みは変がしさしてぞ進みけろ
溝の深さは大事をなすはこの責任あり、壊そう手にあり、隅の落とし老いの坂西に去れば立中の道鞭を上げて足をさせば天南を生やし、我が敵はまさに本能寺に割り敵は自分にあり、何十余苦つらいよ。ここに初めて軍勢はようやく双心と悟りしが、これも我が君へ是非もなし、すずる命は一つと様だき強の身軽き軍兵刀き陣馬の声館間近く聞こえるに枕を蹴って立ち
し上がり。特に届けよとありければ、森蘭丸かしこまり、表の方へ走りゆで。の松に片手をかけ、目手をかざしてみて我は、雲かかすみか白旗に染めたる奇境の門所。蘭丸ひかいし光秀のほんとことぼるに、かっといかれて信長も戻るも覚悟と呼ばわれて、弓矢をおっとり立ち向かい、寄せ来る敵をものともせず、瞬く暇にそよけを矢継ぎ早にていて落とし、ただ一筋の長が頼むゆんずるふっとくれ、いたりとつけるご敵を捕獲するうち信長も呼んでの海岸に板でおい、蘭丸変わって防ぐうち、殿の者もことごとく命をまとに戦いぞ、衆か敵せ信長はもはやこれまでという思いけん、自ら館に火を放ち、煙の中に飛び
海の信長が始めとし本丸力丸の故障ども未だ若人の桜花嵐の山の朝風にいともゆかしき顔を止めて散るや散り散りを後や先という四人もろともに哀れ本能寺の明日の煙